震災から間もなく13年になります。これを前に利府町では震災で受けた支援への感謝の気持ちを込め地場産品を販売するイベントが開かれています。利府町のグランディ21で今日から始まったおもてなし物販ブースでは町内の地場産品8種類が販売されています。梨を使った焼肉のタレに梨 100% のジュース、梨をふんだんに使ったレトルトカレーなど利府町特産の梨を使った商品がずらりと並んでいます。また町内の洋菓子店の商品なども販売されています。このイベントは13年前の東日本大震災で被害を受けた際、町を訪れた人たちから多くの支援を受けたことから感謝の気持ちを伝え復興した姿を見てもらおうと開催しました。支援への感謝に対するおもてなししようというイベントになります。このイベントはあさってまで開かれています。震災に伴う集団移転先となった岩沼市の玉浦西地区では見守りなどのコミュニティ支援事業が今月末で終わります。被災者たちが集会を開き、これまでの支援に感無量と感謝の言葉を述べました。東日本大震災で被災した岩沼市沿岸部からの集団移転先となった玉浦西地区はコミュニティを重視したまちづくりを進めてきました。見守りのための個別訪問など岩沼市によるコミュニティ支援事業が今月末で終わるのを前に、今日は住民や支援者など50人ほどが集まり被災からの歩みを振り返りました。個別訪問やイベントで住民と行政の橋渡しを担ってきたのは青年海外協力隊の元隊員らで作るジョカ東北です。住民の方ほとんどつながり確認できたりですね、あとは面倒見におせっかいな住民さんもいっぱいいたりですね、しっかりした街になってきてるんだなっていうふうに外から見て思いました。授業が終わってしまうのはすごい多分嬉しい喜ばしいことなんですけれども、すごい僕は寂しいです。住民からは感謝の言葉がありました。本当に感無量というか流れてくれですね、いろいろ思い出しました。やはり支援事業がなかったらですね、私たちの玉浦西もこんなに立派にならなかったんじゃないかなと、本当にありがとうございました。一方、震災を風化させないよう当時の記憶を伝える取り組みが各地で続けられています。南三陸町では語り部バスが今日も運行しています。語り部バスが間もなく出発します。今日は雪が降りしきる中、これからおよそ1時間かけて南三陸町の被災地を巡ります。南三陸ホテル観洋が運行している語り部バス、震災を体験したホテルのスタッフや地元の住民たちが語り部として同乗し当時の状況を伝えます。バスが巡るのは町の旧防災対策庁舎や民間の震災遺構鷹野会館などです。当時の責任者の方はこうやってね、行きたかったら残れというふうなことで、反対に帰ろうとする方に関して下に下ろすんではなくて反対に屋上の方に上げていったそうです。まあ、結果的にこの鷹野会館でとどまった327人全員がね、助かることができた建物と。語り部バスは震災があった2011年の春からこれまでにおよそ46万人を乗せて被災地を巡ってきました。お手伝いした町とかも全然変わってしまってたので、まあ、綺麗になったといえば綺麗になったと思うんですけど、なんか時間が長いのか短いのかわからないなと思ってちょっと涙がすいません。できることは私もないんですけど、ちょっとまた通い続けて、なんか町がどうなっていくかはまたたびたび訪れたいなと思いました。震災を風化させないよう
起きた出来事を自分の目で見てほしいと、ホテルは毎日バスの運行を続けています。年数が変わったことによって話す内容は多分変わらないとは思うんです。あった事実は変わりませんから、ただそれに付け替えてどうやってね、そういった災害に対する意識をね、皆さんに持っていってもらえるかっていうふうなことを考えてやっていきたいなと思っています。